た1個になっちゃった、ありがとう今までよって。めっちゃ目ぼやける、どうしよう。ハツンハパハパハあれハッハッハパクリスティンで合ってる。ネイル素敵です、ありがとう。妹ちゃんも怖くからそれでも伝わる可愛さだったらいけだけど、可愛いやろ。ちょっとじゃあ仕事頑張れねえ。七玉、先月職場にマリさんって一人なのに一生懸命二人にして可哀想って言われて、あそこから襲ってるの可愛いのやっぱり。もうそいつ男女どっち、職場の人男女どっちよ。スマホにナちゃんのチョキ挟んでるといつも友達にその子可愛いって言われて私が嬉しくなった。独占欲発揮してこ、教えへん教えたらんとこ痩せたい時何食べてますか。もずく、もずく、もずくと納豆。女の子で一個でゴリゴリ正規やかもって、きっしょ、うざいな。でも一重なんていうん、別に整形なしでいいかなと思ってんねんやったら、なんか別にそのままでいいと思う。奈々が二重した理由はほんまにあの時間か、メイクに時間かかんのが嫌やし、なんかすっぴん、なんか結構すっぴんの時もなんかすっぴんで外出る時も二重さいつもこうやってテープ貼ってたからめんどくさいなと思ってしただけやから、別にしやんでもよかったししてもよかった、どっちでもいいけど、まあ別にする機会あったしと思ってしたぐらいやから、なんかそんな別に整形にこだわってる人間じゃないから、まあしたいとはめっちゃ思うけど、だからなんか人のまあ気になるよな、言われたらめっちゃ気になるわ。なのもでも整形した二重にしたいんやったら全然したらいいと思う、それは素敵な努力の一個やから全然いいと思うけど、なんか別にするしたいと思ってないのに言われるのが嫌やねんやったら、なんかアホやなこいつって思っとけばいいと思う。お前整形やか持ってるくせにそういうこと言っちゃうタイプなんやって言われた側、絶対さ自分がさ、そういう人らってさ自分が言われたらさツイッターとかでさめっちゃさこういうこと言ってくる人がいましたみたいなので、めっちゃ共感求めるタイプやん絶対そういう人って。やのに自分も自分がそういうこと言っちゃうタイプの人間なんや、プププでいいと思う、いいと思うって言っても無理よな。でもナナが誰が言ったんですかって言いに行ってあげたいけど、それもできひんしな。どうしたらいいんやろ。難しい。うん、大丈夫よ。敵は一人だけ。そうよ。敵は一人しかおらん、そいつしかおらん、それ以外の人はみんな大好きハートだから大丈夫ねえちゃんってこうやってコメントとかできた悩みとか親身になって答えてたんで、あげすぎナナのことあげすぎ。今期はアニメ見てないかも、見てないです。めっちゃ真剣な声でさあと思ってて実際前に失敗したから、ああなるほどね。何とも言ってたとこ喋ったけど目下せっかいなさそう、仲間もたくさんしゃべ、こんなんでいいの、これで結婚したいって思われるってなのモテモテなるやん。自分の格好いいお宅からそこを注文されるって言いたくないってどっかの、え自分のコンプレックス部分とお宅がそこを注文する、ああ、何ちゃんの方になったばっかりか、まだまだ知らないことが、気になんか知りたいことあったら全然コメントして、答えれる範囲は答えるわ。自分は可愛いと思えたらそれが一番、そうだね。
あ、それになるまでが道だよ。ツイステの T シャツ、そうだよ。初回通販で友達とこれ流行らせた。相変わらずからありがとう。何のことあげなかったら誰のことあげるのよ。それすら他の人あげてたらめっちゃ嫌。マネコと納豆だけでほぼ耐えますか。一日食欲、あ、でも食べたい時は食べちゃうタイプやから、あんまならダイエットの参考にならんかも。好きな食べ物、卵が好き。卵料理が好き。最近ちょっと自分の時するんだね。消されたら、あー、でもナナもそうよ。あなたたちが崇拝してやまない池田ナナでさえも、あのめっちゃこうやってルンルンって可愛いとかたまに言うけど、誰かも知らん人の一つのコメントでこうやってなるから普通のことよ。別にそれ気にせ、落ちることを気にせんかったらいいと思う。やめて、なあちゃん見えて知らんの元気だ。ありがとう、いいよ、可愛い、ありがとう。なあちゃんの格好に一番思います。はい、でも先ほど、買ってみ、熊のコンシーラーはディオール。オムライス大好き、オムライス大好き、オムライス超大好き。オムライスが一番大好き。シンプルに可愛すぎてね、とコメントいっぱい。コメントそんな多くないから全然読めるよ。私が崇拝してやまないの、ミスカさん当たり前や。なあちゃん世界一可愛いって言い続け、そう。なあちゃんファンデはたまに使うけど、なんかティルティルみたいなやつ。塗るけどあんまりファンデしやん方がよれへんから、結局コンシーラーと下地とコンシーラーで済ましちゃうかな。クマはね、ナナもずっと悩んどってね、あのクマ取りの施術視点や目の下の脂肪取るやつで、ナナそれでも骨格がもともとクマできやすいから、マシには、昔よりクマはマシになったけど、まだ全然クマほら見てやろあるから。そう、好きなお酒はビールとレモンサワーだ、梅酒。同じくクマ悩んでます。そう、クマ取りはしたけどマシにはなった。全然めちゃくちゃ昔に比べたらめっちゃここら辺のパンパンさもマシになったし、クマもマシになったけど、やっぱり骨格上クマ残るもんやから。絶対見に来る25歳のおばさん。おばさんじゃないよ、何言ってん。前もついたくなかったですか。したいけど痛いのか。あ、痛くはなかったけど、あの眩しいのが無理やねんやんなな。眩しいって、あの急こうやってグリーンって裏返されるときにうわーってなって目開けられへんかった。終わったときな。ダイエットはあんましやんす。なんかウェーブ押しちゃった、知らん人に。やってみて。4年ぐらいちょっとどこ画面もホーム画面も変えてなくて、ラブエコスタ。これ今回70本80本ぐらいかな。癒されます、ありがとうございます。熊取りいくらぐらいですか。場所によるんじゃない。熊取りってどんな感じ。気になる。7は目の下、この下の脂肪を目のここの下の裏からピュッて取った。二重整形した後元に戻って、してない。これ今何もしてないけど、二重やろ。二重。なおさんもアイムハイヤー最新するのするよ。足痩せのために何かしてたりしますか。なんかあれ、こないだあれ行った、足グリグリってエステみたいな行ったから、またあのストーリーで載せるね。ね、顔赤ない、恥ずかしい。ほんまに永遠にクマに悩んでます。そう、ナナもほんまにクマだけがやばくて、そうやっと去年クマ取りしたけどマシにはなった。まだあるけど、ナナちゃんって呼ぶのかナナちゃんって呼ぶのかどっちがいい。でも最近はナナちゃんの方がいいんかな。
あんまりななちゃまでエゴさしやんし。みたいなことぐいぐい聞くの失礼だったごめん。奈々たも病院どうやって見つけた？奈々は友達に紹介してもらった。友達がやってたとこ行った感じかな。あんまりそんななんか詳しく調べても結局やらなどこがいいとかわからんなと思ったから、友達が綺麗にしてもらってたからそこにした。めちゃくちゃ気配んだけど今年生誕イベとかありそう。やりたいとは思ってる。チェキ届きました。あ、よかった。眉毛何で脱色してますか？なんか市販のやつ、市販のなんかバレリーナ、バレリーナがこういうやつわかる？バレリーナがこういうやつ。ミュージンはねちょこちょこ行ってる。奈々ちゃん18歳じゃない？違う、多分ストーリーのやつよな。ストーリーのやつは18歳で親元離れましたっていうやつ。ちゃんと読んで待って、ちゃんと読んでストーリーのやつでこか。BTV ガチ痛くて毎回オムライスしそう。あ、待って、またウェーブ送っちゃった。知らん人に痛いです、無理って叫んだら嫌われされた。でもそっちの方が良くない？なんかえみたいな言われるよりさ、優しくされる方が。どんどん痒くなっちゃって困っちゃう。ん、そういえば奈々さんもおかげでロハマネがしてた。よかった、教えてくれてありがとう。いいえ、身長高いね、コンプレックスなのに友達高くてかっこいいとか言ってくれて、通りすがりの人に呼んでかっ、一気に気持ちが落ちて一生会うことないのに。そのこと、でも奈々身長154cmやねんやん。まあ割と高くはないねんけど、なんか逆に奈々結構写真だけで見てたら高そうって昔は結構思われとって、会ったらちっちゃいんですねみたいなめっちゃ言われとって結構コンプレックスやったけど、でも身長低い人は高い人に憧れるし、高い人はちっちゃい人に憧れるから、なんか隣の芝生は青く見えるじゃないけど、なんかどっちも結局いいなって思ってるから、あんまり気にしやんでいいかなって思う。なっちゃん、はい、今回のアイコンも可愛い。あやと、じゃあなっちゃんにしよう。なっちゃんの反射顔、反射したかな。明日お仕事なの、おやすみ。あ、追いついた。イベントするとしてモノマネさんがしかなかもしれないの。わからへん。イベントする気はない。あ、たくやさんこんばんは、ありがとうございます。コメントしてくれた、いつも反応ありがとうございます。何さんはスタイルよく信じる。マジ関係あるって、スタイルよく見えてるだけじゃない。ライブ助かるとこか。よかった。ゴミがよう。乾かいわ。黒髪も大好きだけど、肌髪何色でも金髪もめっちゃ似合うの大好き。嬉しい。どこで服買えますか？買えません。自社ブランド、自社製品のみです。最近はずっと。パツキンかわいい、やった。YouTube は、趣味でやってるやつしかないです。いつまで天使してるん知らねえけど。死ぬまで。金髪ボブは、今んとこしやんかな。今月末、現場あるから。今日もな、2本目。ちゃんとコメント読んでくれんのに、お休みの範囲になったけど、みんな落ち着いて待ってるから。肩書きブランドディレクターもうね、学生でイベント全然アイデア込めなかったから、これから会える機会あったら会いたいの、待ってます。すごい、すごい華麗に読ませる。読まれへんやつもあるに決まってるやん。全部読んでるつもりやん。何コメントしたか、もう一回コメントしてみや。ゆきゆきなあちゃんのこと考えちゃうと苦しくなるのに、いや嫌われたらどうしよう、不安で、ね、めちゃくちゃ
やんだ後に奈々ちゃんの顔見えて、うわ痛いってなるし、奈々のことでしんどくなってんの、もうそれが可愛いから十分よ。なっちゃんの形を、ああよかった、会いたい、会いにおいで、あしらミッキーおるよ。ライブで奈々様見かけたらトークでも全然声かけてくれていいで。みんなお仕事か、頑張れ頑張れ、仕事頑張れよ。みんな平日か、今 Now 今日コメント多い、いつもより多いね、コメント多いけど全部今んとこなるべく全部読めてる、すごい。ナナのこの意識に、意識褒めて。写真の加工方法です、もうそれだから秘密な、ね、どういうこと、そのコメント全然見れてなかった。ワンナク顔面の、顔面の加工についてはそれはあんまり触れん方がいいと思う、あの誰に対してもめっちゃ失礼。あの写真のエフェクトとかは答えれるけど、顔面の加工どうやってしてますかは失礼じゃない。いつもコメント読んでくれてありがとう。いいえ、読むの好きや、読めてるよな、そう必死に追って読むの好きなんや、みんなのコメント。わかった、ストローで飲んどうからや。ギップでそう、あなたも今さらなんだけど、スタライン幕張多分2019の時の結構入る間に入り口から出演場にいましたか、二人ん二人2019、2020、覚えてない、覚えてない、ごめんごめん、覚えてない。チェキ無事届けました、ありがとう。いいえ、ありがとう。フィルターとかアプリの話、どの写真の話ですか。なんかうち毎回丈夫なのガチキモ、キモくなくない、てかそういうのの方がナナは好き。ナナちゃんが呼んでくれるだけで人生頑張れます、単純や。ナナちゃんのお洋服投稿好きで、これからも参考に。ありがとう、かわっか。紫系にしたい時のおすすめのフィルター、紫系か、紫系にしたことないかも。でも多分7やったら紫にする、紫でいい感じにするのってあんまないから、紫のあの無地の画像用意して上にかけるかな、上に透明度を薄くしてかけたりするかな、か背景を合成ね、紫系の背景合成すると思う。名前一緒、イエーイ。コメント読んでくれるの嬉しすぎる、ありがとう、好き、ラブ。今日も可愛い、好き、ラブ。奈々ちゃん、カメラ、ブリーチ2回前リズ行った時、奈々ちゃん持ってるフルチュンクッション買いました。おそろい、ラブ。奈々ちゃんギャウじゃん、ギャウ超可愛い。今後髪の毛染めようかな考え、染めたら写真送って。ダーツいいな、なっちゃんのお洋服似合うように自分磨きがある、もう可愛いから、可愛い、ありがとう。 T シャツ可愛すぎる、超こんなおすすめ BL 漫画、まあ最近あんま言わんようにしてる。金髪ロング最強です、ありがとう。なっちゃんの服の系統見つけてくるかも、参考にして。なフィルターない方が可愛いよ、薄付きピアスみたい、耳赤っ。インダストリアル寝てる間になくしてんな、ここ。いろんなアイドルとか女の子見て可愛いなってなるけど、結局なあちゃんとタイプすぎて浮気してるってこと。参考になる、ありがとう。いいえ、追いついた、やっと。いいでこ、これハゲてるって言われんねんけど、なんかさ結構さたまにさデコ上げするやん、その時いつも引用でハゲてるって言われんねんな。必死にコメント読んでくれないじゃん、本棚買ってない、コメント多いな今日。可愛い耳生えてる、うん、これ自社製品自社製品。
話しちゃ暗いからゆるくなっちゃうの SNS 見てけんけど、ゆるーゆるーくしんとってガチにしよう。鼻くそ封じます。やっぱなーちゃん一番ね、オンリーだな。でしょ、ハゲてへんよ。これマジで生まれつきやねんな。ちっちゃい時の写真見たことある人わかると思うけどな、これマジで生まれつきやねんな。昔つけてた耳たぶのピアスってあれ0時ぐらいじゃないかな、覚えてない。ゲージは0ゲージ。やっぱナナちゃんオンリーワン。浮気バレてほしいね、浮気してる自慢してくる。ナナちゃん今友達に布教してってます、みんな可愛いって言ってる。嬉しい、ありがとうございます。ストロー飲みづら。今日はえらいみんな起きてんねんな。酔って、全然酔ってない、顔赤いだけ。なんか最近すぐ顔赤くなる。お酒弱くなったってこと？嬉しい。生きるモチベないから早く会いたい。生きるモチベ7じゃない？普通に。ライブいつまでやる予定？え、分からん。飽きたら。飽きたら。この前言ってた声がまだ見てない。ジュースやろう。細くないよ、実は。病院の先生、奈々さんのチェキ見て、ん？本当に実在するの？って疑ってて死んだ。しますよーって、ここに。ご飯食べてる、超食べてる。今な、生理なもんでめっちゃ食べてるよ。今日はめっちゃ食べた。おにぎり2個と、グラタン食べた。今日1日。ポップアップもう1ヶ月か。花火して私的日やな、直しやん。一人ですんの。後ろにいるビッコーまんじゅう、サブロー君とアイラ君。イエスイエスイエス。こんばんは。あ、ラムさんラムさん、ラムさん来ちゃった。かわいい小風呂。それはあんま食べてるって。うちのはめちゃくちゃ奈々ちゃんのことかわいいって言ってくれるんだけど、さすがに親子でセンスよくない。天才親子。リアルで見ても鬼かわいいって。奈々さんも講座開いたよラブ。あー、ラムさんこんばんは。ラムさん、うん、ラムさんに初めてすっぴん見られた。恥ずかしい。爪今折れてるよ。ラムさん会いたい。うん、落ち着いた。うん、見てここ加工でこうやってやってたらバレへんか。加工、もう加工って言ったからバレるか。疲れた、おやすみ。最近さ、今宵ゲップ出ます最近ずっとさ、20人ぐらいしかおらんツイキャスしとったからさ、ようしゃべんねんな、インスタライブって。うん、おやすみ。でもまだ12時前やで、やばい。なーちゃん可愛いです、綺麗です。綺麗って素敵な言葉よな。綺麗って素敵な言葉じゃない？かわちい。
ラブチュ。尊い。どこが尊かった？教えて、詳しく。この前ツイッターライブで、ツイッターライブめっちゃ面白かったよな。ツイッターライブな、面白かった。いっぱい答えてくれてありがとう。なんか答えた？あの、大丈夫？かわいい、ありがとう。こっちでは絶対デビルマン歌わん。ちょっくりしてる、やばい。おでこかわいい。ナムちゃんの顔が一番大好き。やった、またお絵描きね、いっぱいうんち描いてあげる。うんちの種類もっと調べとくわ。素敵もいい言葉だと思うから、奈々ちゃんにいっぱい使っていきたい。嬉しい。ツイッターライブしたしたよ、この間30分ぐらいだけ。やし、インスタライブもいっぱいしてるし。デビルマンないよ、あれはツイキャス限定よ。夜中1、2時の酔っ払ってる時のツイキャス限定よ。こうやってたら小顔に見えるやろ。ちょっとこうやっとくわ、こうやって。憧れですね。ああ、恐縮です、ありがとうございます。あ、そろそろ終わり時か。線でも焦がないよ、それはエフェクトついてるから。7だ7だ。今日初めてインナー来たけど正解。待って、恥ずかしい、ありがとうございます、嬉しい。みんな褒め上手やん。ちゃ、みんなほんま褒め上手やな。何も出えへんで。そうそう、終わるか、みんな寝なあかんのちゃう。デビルマンが最高でした。じゃあ歌ってよかったわ。あー好き。みんな可愛いな。今日も可愛いな。あー、インスタライブ終わって質問返しの続きやろっかな。これ以上小さくないで話し合ってしまう。大丈夫、減っても多分他の子より大きいから大丈夫で。今日の投稿ストーリー出してみんなに奈々様の可愛さ見せつけてやった。見せつけてやった。笑顔可愛すぎる人間、笑わんとこ。今からお風呂屋です、応援してください。頑張れ頑張れ、奈々最強。今日はもうおしまいや、もうお風呂入りなさい。奈々さんが好きすぎて逆に質問言うことわからんくなるんだけどどうする？じゃあ入れんでいいよ別に。入れれる時に入れたらいいんや、無理して入れんでええねん。今日おしまいや、終わろう、鼻かゆいし。おしまい、じゃあな、ありがとうございましたね。あの皆様、あの今日投稿したツイッターとインスタグラムに投稿した写真、あのどっちかじゃなくてどっちのあのコメントもいいねもリツイートもお願いしますね。やだ、入れるから。明日も学校は頑張って、ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございました。まあまた暇な時にでもやります。寂しいのかわいいね、ありがとう、おやすみね、今日もありがとう、いいえ、ありがとうね、またね、暇な時にでもまたやりますので、その時は全員、今見てる全員来て。バイバイ、ありがとう、はいはい。バイバイ、おやすみ、おやすみ。